おはようパパ。おはようカヤデ。あれパパ今日土曜なのに仕事？ああいや仕事じゃないよ。えでもスーツ着てるじゃん、何しに行くの？いやちょっとパパ活しようと思ってな。んーえちょっと待て、何しに行くって？なんだよ恥ずかしいだろ、あんまり言わせるなよ。パパ活だよ、パパ活。なんだこれ、もしかして私が知ってるパパ活とは違うパパ活のことを言ってるのか、なんか会社の人たちとゴルフとか行ってナイスショットって言うみたいな、そういうのパパ活って言ってるのか。うちのパパネットとかそういうの弱いしな、多分パパ活って言葉だけ知って勘違いして使ってるんでしょ。きっとそうだ、そうであってくれ。ねえパパ活って何？ゴルフとか行くの？ゴルフ？ゴルフはいかんだろう、美味しいご飯とか買い物とかじゃないのか。それは私の知ってるパパ活、いやまだわからない、問題は誰と行くかだ。取引先のお偉いさんと行くのかも、接待とかのこと言ってるのかも。きっとそうだわ、そうであってくれ。え、誰と行くの？仕事の人？だから仕事じゃないって、世界で一番の美女と行くんだよ。ぞっこんじゃん、パパ活歴長い人の発言じゃん。いやまあパパ活歴長い人と話したことないから、あくまで私の中のイメージでの話だけども。え、やめなよパパ、パパ活なんて。なんだ、ダメかパパ活。いやダメでしょ、だって知らない女の子とかとご飯行くってことでしょ。知らない女の子？あーまあ確かに何も知らないのかもしれないな。ほらやめなって、いつもみたいに部屋で映画でも見てなよ。いや何も知らない、だからこそちゃんと知りたいんだ楓のこと。え何、私どういうこと？ほらうちはさ、楓が小さい頃に母さんが出てってずっと父さんと二人だっただろ。それなのに父さん仕事仕事で、特に父さんらしいこともしてやれてなかったなと思ってな。えそんなこと。お前は本当に立派だよ、母さんがいなくたってハンカチは忘れないし、部屋の電気つけっぱなしにしないし、靴下だってそこら辺に脱ぎっぱなしにしない、本当にしっかりした子だよ。サンタはいつ来るの？なんて真夏に聞いてきてた楓が、今は高校もちゃんと卒業してもう大学生だ、あっという間だったな。パパ今更かもしれないが、パパらしいことさせてくれないか楓。なんだよ、てっきり私どっか知らない女の子とパパ活でもするかと思ったよ。何言ってるんだ、パパは楓だけのパパだよ。